カツラ、人力車、カメラなどから本物でないとわかる舞妓変身とは、主に京都市内、特に祇園周辺で舞妓や姿を体験したい観光客に舞妓や芸妓などの着物、カツラ、かんざしなどの着付けを施し、その変身願望を満足させるためのサービス業。こうした舞妓や芸妓の装束を身につけた一般人を観光舞妓、変身舞妓と呼ぶ場合もある。男性向き、子供向きのサービスも行われている。初期の頃は京都の東映渦正映画村内でのものが有名であったが、次第に市内の花街の元置屋や近隣の写真館などもサービスを行うようになるなど広がりを見せている。舞妓変身のサービス業の拡大につれ、舞妓の衣装をつけた観光客が市内で飲食を行う姿などが事情を知らない他の観光客から本物の舞妓と勘違いされる場面が増え、祇園文化の誤解を招くと問題視されるようにもなった。そのため、本物に近い扮装を施す場合ほど、観光舞妓の自由な街歩きを制限する傾向にある。特に日本文化に疎い海外では、変身舞妓の写真が本物として認識されやすく、安物の着物や崩れた着付けなど誤った情報が流通している。本物の舞妓の例。下唇にしか紅を乗せていない化粧やビラビラ、かんざしから舞妓になって日が浅いことがわかる観光武器問題変身どころ、案内アニマート1999年8月31日。ありがとうございます。